ました。海上自衛隊ではソマリア沖アデン湾における海賊対処行動や砕氷艦しらせによる南極地域観測協力を実施しております。昨年の12月に第29次派遣海賊対処水上部隊として大湊港を出港した護衛艦瀬戸切が約6ヶ月間にわたるアデン湾での護衛任務を完了し、先月帰国しました。また先日発生しました西日本豪雨におきましては、防衛省として約3万人規模で災害派遣を実施しており、現在も捜索活動、給水支援、入浴支援、物資輸送など多くの隊員が活動に従事しております。被害に遭われた地域の一日も早い復興をお祈り申し上げますとともに、自衛隊の活動への深いご理解を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ次は2014年の NHK 連続テレビ小説マッサンから主題歌の麦の歌をお送りしましょう。ありがとうございます。北海道の余市町を舞台にウイスキー作りに人生をかけたマッサンとスコットランド人の妻エリーの奮闘を描いた物語は日本中に感動をもたらし、国産ウイスキーに対する関心を高めました。主題歌はスコットランドの美しい風景を連想させる冒頭のバグパイプと、中島みゆきさんのメッセージ性のある力強い歌声で聴き手の心を揺さぶります。本日は大湊音楽隊一等海士矢部田ゆりかが歌います。それではお聴きください。麦の歌です。その全てと離れても、あなた
ボーカル一等会士矢部田ゆりか。ありがとうございました。麦の歌をお送りいたしました。